ミヤヒラチャンネルメインキャラクターを務めますゾロです。お願いします。今日は延岡に来てます。めちゃくちゃ気持ちいいとこ来ましたね。今日は何をするんでしょうか。キャニオニング、うん、キャニオニングって僕も最近覚えた言葉でキャニオニングってやったことないですよ、ね、川下ったりするやつですよね。そう、今日はキャニオニングをするということで、はい、ホーリガーのキャニオニングをされてる三上商店のシンさんっていうガイドの方が、はい、説明してくれてることでちょっと、はい、登場していただきます。よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。シンさんです。お願いします。お願いします。そもそもちょっとキャニオニングって何なのかをちょっと説明してもらえればと思うんですけど、キャニオニングとは、まあ、川で行うウォーターアクティビティの一つなんですけど、はい、自分の体で川下りを楽しむスポーツになってます。結構水が冷たいので、うん、ウェットスーツとかヘルメットとかライフジャケットとかしっかりした装備をつけて行うスポーツになる。川の中では岩場をウォータースライダーのように滑り降りたり、水辺に飛び込んだり、天然のプールで泳いだり浮いたりとか、そんなことをしながら遊びながら川を下っていくスポーツになってます。全てがもう天然自然の中で行われると、うん、川を思う存分楽しみたいと思いますので、今からみんな準備をして、はい、それから車に乗って上流の方に向かいたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。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 水みたいになった。撮影とかまあ抜きしても自然と遊ぶので、はい、気をつけて安全に楽しんでください。はい、これはすごいぞ。めっちゃ綺麗。頑張ってよかった。すごい。ほらめっちゃ冷たいぞ。ええー。さあ、地面つきますからね。冷たい。めちゃくちゃ楽しい、これ。はい、こっち。準備ができました。緊張してきました。すげー高い。思った以上高いからね。やばいよ。あー、じゃあの合図ください。はい、3、2、1ください。お願いします。いってきます。うわー
お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に帰ってこれました。めちゃめちゃ楽しかったっすね。ありがとうございます。はい、僕も楽しかったです。でもあれ3分の1なんですよね、まだ。そうなんです。あのコース今回はちょっと短めだった。6月1日から10月半ばまでやってますので、ぜひぜひお越しください。ぜひぜひお越しください。お願いします。延岡の宝利川にある南商店さんに、今回はお邪魔させていただきました。本当に今日はありがとうございました。今回の動画はこれで以上になります。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもお待ちしております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マッチョっかいねー。